スノーマン宮舘涼太、目黒蓮を温かく見守る姿グループ随一の激レアコンビに共通するもの9人組グループであるスノーマンでは、ラジオやテレビ、雑誌出演などにおいて2人や3人に分かれて活動することが多い。メンバー全員が個人でも各分野で活躍している彼らだけに、どうしてもスケジュールの都合上、一緒になる機会が多い組み合わせと少ない組み合わせが出てきてしまうもの。そんな三六通りの中でもダントツで希少なのが宮舘涼太と目黒蓮の通称、伊達めめ、コンビだろう。スノーマンメンバーが二人ずつ毎週パーソナリティを務めているレギュラーラジオ番組、富士屋プレゼンツスノーマンの元のまんま、文化放送、5月25日放送回で久々に一緒になった宮舘と目黒。なんと2021年7月8日放送回以来2度目というから驚きだ。実は一昨年のラジオ担当の際も番組開始から2年が経過して初のコンビ出演だった。この時のオープニングではあまりにも、伊達めめが登場しないあまり、二人の出演を願ってたくさんの共通点を書いたリスナーからの熱いお便りが届いたことが紹介されたほどだ。